店っていうのはお客さんが伝えてくれるもんだと思ってる。そこの店の味っていうのは。先代が昭和26年、私が中学2年の12月25日に立ち上げたんですね。アショロで立ち上げたので、両国橋があるから両国にしようっていうことで、それで名前を付けたんですね。もうね、60年ちょっとなりますね。手打ちっていうのはね、やっぱり昔ながらのね、太さがあって本当の手打ちっていうね、ボソボソっと切れたところやら口の中に入った感覚が本当に昔から言われる手打ちの値打ちなんだよねって。私の経営者としては損得なしにお客さんが本当笑顔で帰られる姿ね、感謝で煮干し一本でも増やす心で言ってちょうだいね。逆にね、私は増やしてきたんですよ。そばラーメンセットとかね、やっぱりうまいです。柏食べたのこっち来て初めてですよね。それで食べたことがあった。まあちょっと硬いんだけど、出汁がよくて。この味に惚れ込みました。加藤さん、美味しかったです。やっぱり麺が手打ち感がこの不揃いな感じがやっぱいいですね。味付けもすごい優しくて、バーバーに受けるんじゃないかなっていう美味しい味でした。これ2代目だもん。手塚川は大好きです。この町で会えて やり続けたい。宝があるんですよ、うちにはいっぱい宝物がいっぱいある。